時も君だった。その太刀も無駄まさか。わしも斬られるまで気づかなんだとは。いや、気が回ったわ。悪霊払いはどうやらうまくいったみてえだな。体に娘の魂が戻ったぞ。桃姫、この世を去ったと思ったあなたが生きて戻り、こうして最後に巡り会うたのも、きっと御仏のお導き。ああ、何から一体話したものか。語られたいことは尽きぬというのに、間もなく約束の刻限。クズ竜を封じた後は、天涯孤独のあなたを置いて阿弥陀様のもとに戻らねばなりません。キスケ、世話になり同士で心苦しいのですが、お主が力になってくれるなら、これほど心強いことはありません。この虎姫の最後の願い、お主に託すのは酷であろうか。無数の魂魄をお送りいただいたばかりか、クズ竜封じのご助力まで、お礼の言葉もございません。打ち死に覚悟だったんだが、死にそびれちまったな。仕方ねえから、もうしばらくこの世で暴れるとするか。それは何よりでございます。村政殿もお喜びになられましょう。なんで、おめえは喜んじゃくれねえのか。姉様の遺言だ。今日から姫様が俺の主。嫌だと言ってもこっちは勝手に使えさせてもらうぜ。この通り、わらわは何も持っておらねば、給金などとても払えぬ。金づくの用心棒なんかと一緒にしてもらっちゃ困るぜ。楽に食うためなら金があるのに越したことはねえが、生きるのにいるのはそんなちんけなもんじゃねえや。俺の運の月は、おめえみてえな高嶺の花に分不相応に惚れちまったことだな。考えてみりゃ、俺が死んでも地獄落ちが関の山。どう転んだっておめえのいるところに行けるはずがねえや。あの世でだって一緒になれねえんじゃ、いっそのことをきっぱり振られた方が少しはマシってもんだろ。なあ、虎姫。さあ、姫様、これからどうするか言ってくれ。鳴神へ戻って鏡の家でも再興するか、姫の命ずるまま何でもし遂げてみせる。キスケ、鳴神ではわらわはすでに死んだ身じゃ。その上、家計に男子もなくば、お家の再興は難しい。父上と姉様の菩提を弔うため尼になろうとも思うたが、まだ浮世にやり残しておることがある。この世にこれ以上妖刀で不幸になるものを出しとうない。キスケ、何でもすると申したな。
この願いは叶えられるか。おいらん、そりゃあんまり袖なかろうぜ。もう主と顔を合わすのが嫌でなりんせん。この後はもうわちきのところへ遊びに来てくださんすな。女郎は客を騙す者とはいえ偽へ一切注ぎ込んで、これでは己恥をかかしたな。かくなる上はこのカゴツルベで、お前の命はもとより切れるだけ切って地獄への道連れといたそうぞ。そこまでだ、三品。人殺し、命ばかりはお助けを。助けてやったってのにそりゃねえぜ。それにあれは峰打ちだ。気を失ってるだけだから解放してやりな。しかし仕事柄仕方ねえとはいえ、あんまり因果なことを続けていりゃいずれ妖刀の餌食になるぜ。こいつは隙あらば人を斬ろうと狙ってやがるんだ。置いとくと危ねえから助け賃代わりにもらっていくぜ。カゴツルベとか言ってやがったな。間違いねえ、妖刀村正だ。まったく切れ味が良すぎて曰くつきが多すぎるぜ。一体どんだけありやがる。村正だけでもこの数で、恨みの数は星の数。まったく終わりが見えてこねえや。行きがかりとはいえ、妖刀狩りなんてとんでもねえことを始めちまったもんだ。ほらな、姫様、見張ってて間違いなかったろ。かすかに陽気のよどみを感じて怪しいと踏んでいたんだ。ご苦労であったな、キスケ。しかし随分と役もたまったことじゃろう。一度清めに参らねばならんな。清めというなら温泉の一つにでも浸かりてえな。裸の姫様に酌してもらって、湯煙で月でも見ながら。世に残る村正の作刀数々。不用意に抜こうものなら、その刃に心を奪われ、切れ味を試さずにはいられません。人斬りの味を覚えた先は、奈落が口を広げております。月に踊る二つの影は、人を惑わす太刀の狩り人。取り手を手を出し抜いて取った妖刀、その数千本。妖刀村正忍法帳、これより百鬼妖刀千本塚と名を変えて、キスケと桃姫の妖刀探しの旅は続きます。なれど今宵は夜も更けました。続きはまたのお楽しみ。はあ、これがねえ、あの悪名高い村正かい。いけねえや、あんまり見入ってると正体なくちまうぞ。持ち主はことごとく乱心して果てたっていう曰くつきの代物だ。へえ、この地金にこの反り、いや見事なもんだね。さぞやよく切れるんだろうね。切ってみたいね。なんだい、冗談はよしとくれ。
おい、そこまでだ。